ようございます。寒い、今日はお休みです。お休み、ちょっと撮ろっかなと思います。今はね、朝の6時半です。今日はね、何時に起きた？4時ぐらいに起きて今までね、ちょっと編集をしとりましたはい、汚れてます、汚れてます、散らかってます。はいはい、こんな感じで散らかってます。わあ、はーい、ちょっと映せないけど、あー、日が開けてきたよ。ほら、セブン行ってこようかな。ちょっとパンがね、食べたいんよ。パンが食べたいんです。よいしょ、パンが食べたいんでダイエット中じゃないの？ダイエット中ですよ。これはちょっと直して、あ、ちょっと髪も巻き直そう、取れちゃった。昨日ね、夜ね、机のさ、紹介をしようと思ってさ、取ってさ、ちょっとこれで最近ね、これ iPad mini ないけど、なんかね、容量、なんちゅうって名前、ギガ違うな、60、なんかね、これを欲しいって思って去年買ったんやけどさ、買うときにこのゴールドなんやこれね、ちょっと見せようかなんか一回ちょっと充電してる、可愛いでしょ。お、この色がね、いいで、買いに行ったらね、一番容量の大きいやつはなかったんよね。でもどうしてもその時にあちゃよかったんやけど、欲しいで、ちょっとうるせえな、これ聞きよ、何やったっけ、ちょっとうるさい、ちょっとストップ。そう、どうしても欲しいでね、その容量がね、少ないの、もうなんか忘れた数字を買ったらね、全然こう iCloud から写真を読み込むときに、写真やない、動画をね、読み込むときに、もうすっごい時間がかかってからさ、もうずっと使ってなかったんよ。でも動画をね、消したり、まあ、いろんなとこにこうデータをさ保存したらさ、結構使えるようになったっけ。昨日これでね、ずっと編集しちゃったわけよ、その机のね、紹介の、気に入らんでさ、その机の紹介の仕方は。今からもう一回撮ろうかな、ちょっと。でもね、お腹が空いたけ、ちょっと今からセブンに行ってくる。セブンに行って、朝ごはんはほぼ食べませんとか言っとって、もう今食べてる。
って言われて、後ろ暗いやろ、もうね、だいたい朝やけどさ、夜もこんな感じ。このニトリの、このね、ニトリのランプやったっけ、だけで過ごしてる。これちょっと今電気つけたけど、これはね消してる。ゴミゴミゴミ。そう、今度見せるね、楽天でね、ここにね飾ろうと思って、これをね立てるね、鉛筆立てみたいなね、可愛いやつ買ったっちゃ。今度見せます。はい、じゃあセブンに行ってきます。ちょっと寒いや、ここもこちらかしっぱなし、ここもいい、これもくちゃくちゃ、このとこタバコ、そう、ちょっと後で撮ろう。セブン行ってきます。ちょっとこれじゃ寒いでしょう。あ、そうよ、これね、あ、こちらこれつけとったんやけどね、取れた、一回つけてみよう。これさ、すっごい長いよ。家の中じゃいいけどね、外やったら裾が汚れる。でも可愛いよこれ。あの裏がね。裏がね、これあの、なんちゅうの、モコモコのやつやっけ、ね、あったかい。去年買ったコカで、これもコカや。これもね、今年楽天で買ったっちゃ。ほら、こんなに腰が大きい。もう真冬になったらさ、これをこうしてからこうしてこうしていこうちょ、ちゃでしょ。今はちょっとこれくらいに、これね、あ、楽天でもしてないね、かわいいよこれ。これとね、あ、もう一個言おうか、もう一個ね、これも買ったよ、3000、なんかすごい安い、ちょっとこうペラペラなんやけど、中がこうモフ、こっちにちょっと着てみる、でね、あ、そうそう、これはね、なんか粉がついた、ここにこのやつで、どうやって、ここか、ここにこうやってして、こうなんやけど、これじゃ着てない、寒いよこれ。これをねこうやってしてね、このなんかね、クリップ、ヘアクリップでね、こうやって止めちゃう、寒い、こうしてこうやって、きっと怖いよね、うん、で、もう一個の方はね、これ色違いがいっぱいあった、グリーンとかクッとか、あのブルーと迷ったよね、こんなやないで、もうちょっとブルーっぽいの、これも形違いとかちょっと微妙に違うよ、これもほうこんなんなる、ここまでなる、よいしょ、ちょっとこっち着ていこうか、どっちでもいいやけど、セブン焼き、これもね、こうして
はい、ちょっとセブン行ってきます。ポケモンあるよ、ポケモン。寒い。はい、コーヒー買ってきた、パンも買ってきた。これさ、初めて飲む牛やかん。僕2週間かかった。すごいよね、海外の人のツリーは。もう相当大きいやん。さあもうさ、ダイエット、はい、これ買った。美味しそうや。ホットパンね、このパン美味しいよね。金の食パン、はい。ダイエットさ、どうなん？これ
これ初めて買った。これはね、3時のおやつだね。今日は編集いっぱいするけ、もらったやろ。これは食器洗うとき使う。あ、これはね、ちょっと直してみて、これを食べてみたかった、ずっと。これ美味しい。チリココ、ごまチーズ。これちょっと温めた方がいいよね。これは、じゃあこれはまだ。サラダね、サラダよね。幸せやね、クワくん。開けとこうか、寒いけど。さあ、サラダ。なんかサラダ食べたくない。さあ、トースターでやった方がいいよね。でもトースターで出すのめんどくさいよ。一応持ってますよ、トースター。この鍋で。鍋でいいよ。ちょっとね。動画でね、サリューのね、カゴが欲しいって言ったやん。でね、入荷したっちゅうね、メールが入っとったんよ。それがね、気づくのが遅いだから、私投げれになっとったんちゃう。せっかく入荷はね、したみたい。あれ欲しい。それかちょっと楽天でね、なんかね、全然カゴじゃないんやけど、金色のね、かわいい。ああ、すごい。これちょっと読み方わからんけどさ、ちょっとテロップ入れとくね。この人のね、動画もよう見るんよ。またね、かわいいっちゃ。若い人ねけどね。お子ちゃまがまだちっちゃいでね、赤ちゃんだけど。家がね、広いで、掃除動画とかもね、この人のね、よう見るんやけどさ、なんか住んでみたいね。こんなに大きくないでいてさ、真っ白のうちいつか住みたい。セーフ、ちょっと焦げたけどいい。わあ、美味しそう。わあ、ちょっとチーズがいい匂い。チーズがジューシーよ。さあ、食べますよ。サラダはちょっと食べないけど、食べたくない。もう食生活むちゃくちゃ。ダイエットちょっと今休憩中。
でしょ今ね。これね、らっきょう、親戚のねおばちゃんがねくれた。おいしい。コーヒーが冷めます。えい、ちょっとちょっと焦げる。うわー、かわいこげた。はい、こげた。こげました。はい、美味しそう。超かわいいじゃん。こんなん見せていいかね、これ。ダメかね。ダメやね。これもね、海外の方。昼うちに引っ越したんだね。前も広かったのね。さあ、いただきます。